はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。シンテラ様、バーチー様、ザッシュダニャン様、アキリン様、ジョスイ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがとう頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。総理候補の推薦任命が発表されてました。各各20人ずつ。高市さん、太字は私聞いたことあんな、どういう人かっていうのを知ってる。あとは不勉強でわかんないっす。普段は息を潜めてる国会議員がなんと多いんだなっていう。中曽根博文さん、中曽根康弘さんの息子さん、なんと78歳になってました。そういえば中曽根康弘元総理も100歳超えしたんですよね。すげえな。杉田水脈さん、知ってます。高取修一さん知ってます。結構右な。谷川トムさん、この人も知ってます。結構右な。古谷啓二、これLGBT 法推進してたやつで、 LGBT 理解増進協会 の、の本の監修に名前連ねてまして、全くの利害関係者。赤池さん、東京の結構右な人。有村さん、結構右な人。江藤さん、この人も大丈夫。西田さん、ヘイトスピーチ法案の時になんか変なこと言ってましたけれども、まあまともな方。山田博さん、まとも、かなりまともと、やっぱりなーっていう感じで。小林隆之さんで知ってる名前。中曽根康隆、これは孫だそうです。中曽根博文さんの息子、中曽根康隆さん孫。あとは知らないんだよね。小林さんの推薦人、若手が多いのかな。普段何やってる人か全然わかんないね。林法政全滅、誰もわかんなかった。こんな人いんの、名前も読めねえ人も結構いるし。進次郎、辻清人、この人なんで知ってるかっていうと、東京2区文京区選出の、人で、ポスター見たことあるから知ってるだけで、普段何やってるか全然わかんないですね。野田聖子、石破とつるんでたけど、手のひら返して推薦人。山田美希さん、この人も東京千代田区の人なんで知ってただけで、普段は何やってるか全然わかりません。朝日健太郎、東京選挙区の参院で、知ってただけで、普段は何やってるか全然わかりません。 LGBT のイベントに喜んで、出てた気がすんな。三原純子さん三原純子さん、石破派じゃなかったっけ石破派だったのにな。同じ神奈川ってこともあるんでしょうけど。上川陽子さん、松島みどり、この荒川区選出の、だから知ってるだけで、普段何やってるか全然わかりません。井口さんかな。今井絵理子は知ってますね。有名ですから。森雅子、いわき市出身の方だから知ってるだけで、法務大臣やってましたね。顔が全然変化してってるよな、やんなくてもいいのになって思ったりなんかしてね。加藤勝信さんの推薦人、小野田紀美さん。あ、高市さんじゃねえんだ。ちょっと驚きましたけど、これ後で言いますね。河野太郎、エリ・アルフィア、あ、いたよこいつ。牧島かれん、これも LGBT のイベントに喜んで参加してたような、出席してたような、もの知らず。武見敬三、東京選挙区の厚労大臣、医師会のドン、ですね。だから知ってるってだけで、普段何やってるか全然わかんないです。石破茂、岩屋、パチンコ岩屋、ピグモン岩屋、防衛大臣の時に韓国の防衛大臣とニッコニコして握手しちゃったバカですね。モナオ、石破茂推しなんだ。二階に拾ってもらったんだから、小林さんとこ行くのかと思ったら違うんですね。茂木、新藤義孝さんしか知らない。小野田紀美さん、岡山選出の国会議員は全員加藤候補の推薦人となっており、
その中に私も含まれますなんだそのしょうもないね地域つながりは、なんなのそれ。ある意味派閥より厄介なしがらみじゃないの、常日頃しがらみのない政治をとか言ってなかったか、小野田紀美さんも遺憾でしょうね、これ残念でしょうね、岡山のあの議員は全員加藤さんなんだからなんか言われて、いやいやですかね、なんなんだって話。河野太郎の推薦人にですね、何でもかんでも差別差別って言い返すエリ・アルフィアがいましたわこの人はあの日本生まれのウイグル人で、日本に帰化してる建前だが、パスポート帰化前のパスポートは中国でした。だから人種がウイグル人でも国籍は中国人だったんですよ。父親人種がウイグルでも中国共産党の幹部であります。でなきゃ娘のエリがですね国連職員になれるわけにいんだよ。父親はニトリの社外役員だってですね、ニトリと中共のパイプ役やってんですよ今。太郎が総理になってですね、そのご褒美でエリが、法務大臣とかになったら最悪ですよ。何でもかんでも差別だヘイトスピーチだって決めつけて取り締まられる、言論弾圧されそう。民主党はですね、導入を企んだ人権警察、人権委員会って名前、だったんですけれども、人権ゲシュタポって言ったらいいのかな、もう復活させそうだよな。河野はエリをですね大学の後輩でって自民党に連れてきたんですけれども、私は中共にですね自民党に潜り込ませるって指令あったんじゃないかと思っております。睨んでおります。いやそうに違いないって中曽根博文78歳が高市さんを推薦、中曽根康隆42歳が小林候補応援、親子に分かれて生き残り戦略ってなんか真田家みたいですね。東軍と西軍に分かれた、長男東軍、親父と次男雪村が西軍、なんか真田家みてえだなってちょっと面白く思いました。勝ち馬に乗りたい小泉の推薦にもっと多そうなんですけれども、各方候補きっちり20人しか発表してないっていうのはそういう取り決めあるのかな、先着20名様まで発表とかね。今の時点でですね推薦人50人いますって発表したら他の候補への威圧になっちゃう恐れありますもんね。小泉進次郎出馬記者会見、今のままだと一度雇用したらずっと雇わなければならない、その幸せで今まで非正規雇用が続いていた正社員を解雇しやすくすべきと主張しておりました。それに対して高市さん、 OECD の指標を見るとイタリア、フランス、ドイツの方が解雇しにくい、 G7 だけで見ると日本は4番目、どちらかというと日本は解雇しやすい、って、やめて進次郎を理論でリズメするのはやめてあげて、何言われても理解しないんだから、無敵なんだからさ。進次郎解雇の自由化なんて全く考えてません、時間があるときに詳しくご説明するって逃げてましたけれども、解雇しやすくすべきってはっきり言ってたよね。今だと解雇するとずっと雇ってないといけないからみたいな、言ってましたよね。今でも解雇できますよ、解雇でなくてもですね、自分から辞職させる、もっと解き伏せてその方が得だよ、退職金も出るし、とかさ、公務員なんかではこれが横行してますね。まあでもあれか、進次郎だから仕方ないかって皆さんがに思わせるところが進次郎の底知れない真の実力なのかな。どんなバカなこと言っても進次郎だからしょうがねえかって諦めちゃうっていうのは真の力。高市さんと進次郎じゃ勝負になりませんよね、理屈じゃね。ここで進次郎が染まってるですね、労働者はクビにしやすい世の中の方が日本は発展する思想は本当なのかっていう議論がネットでは湧き上がっておりました。世論です。終身雇用で美味しい GDP 世界第2位になったんじゃなかったか、終身雇用の方が子供たくさんいたやん、そうなると若いのからクビにするぞ、ならその分給料上げないと、昔は55か60で定年で年金もいっぱいもらえたのにね、無能をクビにしろ、それでお前の給料上がるわけでもないし、むしろお前も切られる側、無能と判断するのが無能なんだから機能しない、
若者が景気いいとそれに支えられる高齢者も景気よくなるんだぞ。非正規増えるのは規定路線だろうな。簡単にクビにできるようになったらスラムができてやばいことになる、貧困が増えて、米国式雇用は1年契約で、まあ、その分不安定だから高くもらえるんですけれども、誰もが契約更新を望むんですけれども、切られる人も多数であります。最近ではイーロンが買収したツイッターで、自分で書いたソースコードを示せない無能は契約更新なしなっつって、何百人も何千人もかな、解雇してましたけれども、そもそもそういう契約なんで合法なんですよね。なんか野球のチームのような雇用形式、米国式、高級なんだけど戦力外通告で無慈悲に、追い出されると、これで起こることは実は格差の拡大なんですよ。アメリカでホームレスがえげつないことになってまして、アメリカ政府発表によれば昨年1月時点で65万3千人、鳥取より島根より多くねえかがホームレス状態にあった。だって人口3倍ですけど、これ多くない？まあ3分の1でも20万人ホームレス日本にいたら、これやばいってなるよね、さすがにね。そりゃ治安も悪くなりますよね、これね。その一方で高級鳥は、天井知らずの高級鳥じゃん。大谷なんか1年で100億円もらってるしね。1人が1億円の車に乗って9人が車ないっていう社会とですね、1人が3000万円の車に乗って、9人が300万の車持ってるって社会、どっちが社会基盤がしっかりした国なのか、どっちが今後発展しそうな国なのかと、まあ明らかに後者ですよね。あんまり格差がひどいと今後の発展がちょっと見込めないよな。だって一人のために道路作るぞってならないじゃん、車持ってる一人のために、10分の1のためにで、ほぼ、まあ、田舎なんて車必需品ですから、成人一人に1台ありますよ、軽自動車。そういう国、それ持ててる国の方が、道路作るぞ、お金出してくださいって言って、まあ素直に集まりますよね。無能が他者を無能と認定して解雇、これありそうですね。なんだかんだで終身雇用で高度経済成長を達成したわけですしね。終身雇用の下級武士、終身どこじゃない、子も孫もお世話になるつもりっていう、下級武士、お家のため、死ぬほど頑張る。終身雇用の会社員、会社のため、頑張った結果ですかね。小泉純一郎が竹中と組んで派遣増やしたから少子化になってんじゃないのかな。派遣の工場勤務 YouTuber さん、もう40過ぎたが不安定で給料も安いんで結婚などとても考えられない、言ってるの見たことありますよ。9月13日河野太郎、マッチングアプリマイナカードで年収確認、安心して婚活できる。マイナポータル経由で年収の情報も信頼性高く入手できる。そんなことなったのか。9月10日デジタル庁と警察庁が連名で詐欺対策の一環としてマイナンバーカードの IC チップを用いた本人確認をの積極的採用をマッチングアプリ業者に要請。もうこれ断れない要請じゃないですか。警察まで出てきてんじゃさ。そっか、マイナンバーでピッてやんないとマッチングアプリ使えない世の中になってく。へえ、そんなことになってたんな、死んねえかったわ。まあマッチングアプリ縁がないですからね、私。世論です。無能な働き者で草。まずは自分たちの金を開示しろよ、ボケ。そんなんで少子化対策になるわけない。ずれてない、変わらず。中国共産党、笑えねえ管理社会。マッチングの業者に年収晒すの嫌すぎる。ツイッター見て思うけど、こいつも信じろ笑えないレベルで、なかなかに頭悪いよな。分かっちゃうんですよね、ツイッターだとね。マッチングアプリ市場から医者と弁護士と IT 社長が激減するな、これ。まあ、なりすましってやつですか。知り合いに年収バレたら嫌だよ。選別が厳しくなって、ますます少子化が進むような。
ごく一部の勝ち組に女が集中する仕組みになるだけでは、年収はともかく既婚かどうかは必要よな。まあ既婚なのに独身って嘘ついて登録してるやつとかいそうですもんね。河野のデジタル庁のみならず警察まで積極的に活用しろって業者に圧力お願いして、これ言うこと聞かざるを得ないんじゃないですかね。断れないお願い命令じゃないんですけどみたいな、まあ使わない人には全く関係がない話ですけども、女性騙す結婚詐欺は撲滅した方が、いいが、したいけど方向性間違ってんじゃないのかな、詐欺師は嘘の年収を作ることにもためらいがないんじゃないの、高収入 の、 別人の情報とすり替えるぐらい考えそう。まあできるかどうかは別としてね。なんかそんなことになってるとは。マイナカードがマッチングアプリの、なんだか韓国はネットは全部実名で、紐付けられて、それにしては口が悪いなあいつらって思ってましたけれども、そういう風になっていくんですかね。まああそこは休戦中で朝鮮戦争、休戦中なだけで、まだね戦争中の国ですから、そういうのも必要なのかもしれないですけども、今日の単身です。日テレに出演した高市さん、日テレが行った自民党員対象の次の総理は誰調査について、なんで党員名簿を日テレさんが持ってるんですやろ、ニコニコしながら突っ込むと、男性アナウンサー、独自の取材しているということなんですけれども、高市さん、日テレさんはすごいですなぁと、突っ込んでおりました。調査が全て捏造っていう可能性もわずかにありますね。そんな党員名簿なんか持ってなくて、日テレは、どこでもいつでも石破が1位ってありえねえだろと、名簿持ってるとすればですね、自民党から盗んだ情報を業務に使うって個人情報保護法的に違反にならないのかな。まあいつでもマスゴミの出来レース、これ作ってんだろっていうの見せられてうんざりなんですけれども、藤原京左京7条一望跡から飛鳥時代、593年から710年、役人が使っていたと思われる九九の早見表の木簡を発見、その頃から国家が九九を活用していたという貴重な証拠となる模様であります1300年以上前に、すごいですね。14億人しかいねえのにマンション40億も作っちゃってしまったアホの中国共産党より賢いんじゃないの、1300年前の日本人。9月11日イスラエル空軍がガザ中部のハマス基地、学校跡地を空爆。この攻撃で18人が死亡。その中に国連パレスチナ難民救済事業機関ウンラワっていうのって職員6名が含まれていた。なんでハマスの基地に国連職員がいるんだよと話題になっておりました。ウンラワがハマスにですね、部屋と電気とパソコンと回線を提供していた事実も判明しております。過去に、日本はもう国連に金出すのやめたら、もう国連なんか何の日本にとっては害悪にしかなってないんじゃないの。たまに変なやつ来るしさ、国連なんとか、国連調査員みたいな変なの来るしさ、金で買収された中国共産党に。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。